モストシークレットメソッドでいいんですか。いいバンド名ですよね。SSC か。一番秘密な方法ってこと。そうですね、まあ、ノウハウを話すわけじゃないですけど、じゃあ行きますか。はい。自己紹介用意してます。自己紹介。じゃあ新川さん。僕スティーブ・スラックの代表の新川と言います。知らない人の方が多いと思うんですけど、多分 YouTube の世界だと。一応名古屋でレコード屋をやってます。新しくライブハウスをやろうと今準備してます。頑張ります。お願いします。お願いします。じゃあにみくんお願いします。はい、にみです。僕はもう何でもないんですが、どうすか、10年ぐらいにわたり、なんやかんや趣味の範囲内でスティーブ・スラックのサポートをしてるつもりです。はい、このライブハウスもちょっと手伝わせてもらって映像発信していって、僕たち元気だよっていうのはね、伝えていって、はい、来たるライブハウスの時にみんな楽しみにしてもらえたらいいなと思ってます。柴山です。名古屋で通遊マガジンというフリーペーパーを作っています。で、4月から旧スティーブ・スラック跡地ハトビルの4階でクワイフェルというお店も始めたところ、すぐに休業してしまったんですけど、そんな縁もありつつ、それこそ新川さんが円満屋の頃からずっとお店に通わせていただいているので、そういう縁もありつつな感じで今日は呼んでいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さん、スティーブ・スラック そのレコード屋さんはもう始まってるじゃないですか、皆さんこれ見てる方はお店にもう来られたりしてますか。来れてないですよ。まあそうですよね。基本はやっぱりステイホームなので、まあそうですよね、とりあえず今は通販の発送する作業場なので、ひたすらありがたく注文をいただいているので、梱包と返信と。名古屋にこうでも新しい場所がまた生まれたこととか、なんか本来ワクワクすることがたくさん多分この4月とかって起きてたはずなので、その一つにやっぱりスティーブ・スラックの移転とライブハウスのオープンとかもあったと思うし、あると思うので、まあ今ちょっとその先延ばしになってる部分はいろんなところであると思うんですけど、まあでも楽しみ後に取っておくのもありかなとは思うし、で新見くんのようなこうすごく近くにこういう発信できる技術を持った方がいるのも、その新川さんの人徳だとは思うので、なんかそういうのをみんなが持ってるものをみんなで持ち寄ってなんかやっていけたらいいなとは思いますけどね。でもね、そのライブハウスでライブができない期間も、でもこうちゃんとソーシャルディスタンス距離保ちつつ、でもこう、まあ、顔を合わせることすらやっぱりはばかられる時代になっちゃいましたけど、まあその中でもこうね、集まって話して発信できてっていうのが、ちゃんとこうスティーブ・スラックライブハウスとしてのスティーブ・スラックが始まるまでの、なんかこう序章になったらすごくいいなと思うので、まあとにかく準備期間だと思って考え出してもキリがないので、今やれることを考えることの時間が多いと思うので、まあ次動き出せる、まあさっきも言ったけども、とにかくその時間と、とにかく準備まあ、与えられたと思ってるので、その時間を、それで好きに向かおうと思ってますが、同じこと言ってない。ループしますね。ループしてますね、まあ、これチャプターゼロだったら、はい、まあ、こういうことをここで喋りたいなって言いたいですよね。そうですね、確かに確かに、お題ね、それこそやっぱりスティーブ・スラックはこう、まあ、レコード屋でありながらも、始まりはレーベルとして始まったわけじゃないですか、そこのリリース音源の紹介をしていくとか、こうじゃあ新川さんがどうやってスティーブ・スラックを始めたかとかの話を紐解いていったりとか、そうですね、伝わりにくいよね、でも絶対、まあまあまあ、結構ニュアンスだからやってる、はいはいはい。自分でもまあね、こうやって受けられるいうこと自体不思議だし、すごいニッチなことをやってるから、なりわいになってるっていうことすら未だに信じられないから。今って何年目ですか、スティーブ・スラック。この間17周年。17周年。そうだそうだ、17周年。構えてから。店舗ですよね。
店舗、レーベルは18年ですよね、うん、だからレーベル自体は円盤屋在籍時に始めてるんですよね、うん、そういうマガジン見てもらえるね、あ、はいはい、確かに確かに、インタビューそう、インタビュー、新川さんのインタビューをそこにはもう大体そういうマガジンに網羅されてるから、そうですね、網羅されてますからね。今新川さんに出会う人って、その17年前の新川さんとか18年前の新川さんって想像できないと思うので、うん、今からレーベル始めたい人とかお店やりたい人たちとかが、うん、若い子がなんかあれ読んだり、まあ、これ見てる人もそうですけど、うん、やってみたいなと思ってくれたらすごくいいなと思いますけどね。まあ、むちゃくちゃレーベルやってるよ、今君も。はいはいはい、もうやってないな、もうやってる。でもそこは新川さんのやり方を見とって、うん、あ、こういう風にやりゃいいんだな、はいはいはい、やってみようかな、みたいなのはすごいありましたね。うん、いやでも確かにその新川さんがレーベルスティーフスラッグ始めた時に、うん、まあ、僕も年配ながらずっと通ってたので、スティーフスラッグっていうのが始まってみたいなのとか、まあ、他のレーベルもそうですけど、なんか自分もレーベルやってみたいなみたいな、その憧れの対象ではすごくあったので、うん、僕も去年までかな、レーベルやってたんですけど、アステラスもね、出してた。そうそう、アステラスもニューアルバムが、そうそうそう、ニューアルバムね、アステラスのニューアルバムニューアルバムが、そうそうそう、そうですね、MV が出たりしてますが、また繋がりのある人撮ってますね。そうですね、なんか結局そうやってでも人と人の縁でなんか始まって続いてるものが多いのかなとは思いますけどね、うんうん。そもそも新川さんがシティスラックというか、こういう音楽の仕事しようと思ったのってきっかけは何だったんですか？それはどう言わんかったっけ？まあ、聞きますね。そういう腰の折り方をしてくる。いやいや、聞きましたけど、どうなんだろう、そのなりわいに、まあ、音楽好きだから、うんうん、まあ、タワーレコードでバイトできればいいかなぐらいな感じな20代前半だったんだけどっていう、はいはい、でまあその円盤屋に潜り込めたっていうのが、うん、まあ、そこからだよね、人生がこう食った次のフェーズに入ったっていうのは、まあその音楽をその音が入ってるその CD とかレコードを売るっていうことが楽しくて仕方がないというか、はい、まあ好きというかやめられない、うん、それを知ってるからやっぱりその配信とかもね、未だにやってないし、うちはほとんど、うん、確かに、うん、やればいいじゃんとは言われるけど、うん、なかなかそこに踏み切れないのがオールドスクールだなと思うけど、はいはいはい、うん、まだ自分はそれでやれてるというか、うんうん、ね、いっぱいファンもいるので、うんうん、まあ、そこをしぶとくやっていくこともやっていく人もいるかなっていう、うん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 、それは違うなと思ったら、まあ、可能性はまだあるし、まあ、楽しいと思い得てるから、うんうん、じゃあ聞いちゃってもいいですか、いろいろ。俺が聞くよ。あ、はいはい。まあそのやっぱこう過去を振り返るっていうのも面白いけど、うん、これから何をしていきたいかっていうのをちょっとお伝えさんに聞きたいなと思うけど、やっぱね、うんうん、その身近にいる人が何を考えてるかっていうのはなんか結構気になるというか、声に出してこれからどうしたいのっていう聞かないし、うん、まあ、なんとなく会話の中ではあると思うけど、そうですよね、どうなんですかね。なんかでも新川さんがシティスラックを移転するみたいな話は結構前から聞いてたじゃないですか、うん、それがまあ数年経って実際こう実現して、うん、まあ、ここ今お店がライブハウスと併設したスティグスラック移転してきてっていう、その一連の流れはめちゃくちゃケツを叩かれたというか、うん、今やりたいと思ってること全部やった方がいいなと思ったし、まあ、なんとなく落ち着いてきた自分のこう人生設計みたいな、多分これでやっていくんだろうなみたいなのが見えてたところに、もう一個やりたいことやってみてもいいのかなみたいな思ったのが事実だったので、そうなんですよ。それがたまたまスティーブスラックの跡地でお店やらせてもらうみたいなことにつながっていくのはすごく運命だなとも思ってるんですけど、まあ、でもあれも本当にいきなり決まっていきなり始まったことだったので、そうだよね、話を振って2時間後には決まってたよ。2時間後には決まりました、ね、しかもその日も別にそういう話をしに行ったわけじゃないですからね、うん、レジでこうレコード買ってる時に
たまたまパッて目に入ったあのサインスティグスラックのサインの壁あるじゃないですか、うん、でこれってどうなっちゃうんですかみたいな話から、うん、でまあでも塗っちゃうよねみたいな、柴山君がコミテなんかやればいいじゃんみたいな、うん、そしたらこれの塗らなくてもいいんじゃないみたいな話からやりますみたいな、2時間で決まりましたもんね、うん、すごいっすね本当に。マヒコの壁を振り返る回欲しいよね。ああそれいいですね、ここのこれがみたいな、はいはいはい、それ面白いですね、なんかやりたいな、そうですね、うん、なんか結構やっぱりその僕がお店始めて、まあ、1週間しかやれてなかったですけど、若いお客さん来てくれるんですよ。うわサインいっぱいあるってあの壁見ながら一つも分かんないですってそう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 、でそういうのも込めてスティックスラックワーズヒアっていうのをこう看板つけてるんですけど、そこを新川さんに来てもらってちょっと説明していくのは面白いですよね。にみくんはこれから今後、これからっすか、これは YouTuber としてまあそうっすね、キャラクターを確立し、してでもなんか僕はそうっすね、これはなんか新川さんと一緒にいろいろやってたからなんですけど、僕がやっとること人助けなんですよね、うん、なんかこういうことやりたいなみたいな、まあ、僕ができることを技術でも、まあ、知識があるかどうかわかんないですけど、うん、まあ、そういうのを、まあ、渡して一緒にやるっていうのは結構染みついてて、うん、で今まあ仕事して6年目ですけど、結構自分の仕事にもそういうのは生きてて、うん、やれることはだんだん増えてきてるんで、でそれをちょっと やりたいけどやり方わかんない人、うん、みたいな人にこう伝えていけると、で一緒にねなんか盛り上げていけるといいなっていうのが一番ですね、うんうん、でやっぱり友達と一緒に何かやりたいっていう気持ちはずっとあるんで、いろいろみんなやってると思うんですけど、そうですね、一緒にこうローカルでやれるといいなっていうのが、でなんかこうやって今動画をすごい作ったりしてるんですけど、はいはい、まあ、YouTuber としてやるかやらんかみたいな話はありましたけどこの動画を作って、まあ、誰かのためにもなればいいし、それを発信するっていうのはすげえなと思う。やっぱこう人が動いてるとか喋ってるって写真とかにはない魅力が本当にあって思うんで、これはやっぱ続けたいですね。何分ぐらいがベストなの YouTube の、 その番組って5分ぐらい、 YouTube は実は長い方がよくて、そのちょっと前の YouTube はその MV 見たりライブ動画見たりで5分10分がざるだったんですけど、今はまたみんなのなんだろう YouTube というか映像への関わり方が変わってきてて、うん、ラジオみたいな感覚なの、テレビと一緒なんですよ、ね、あなるほどね、なんかだんだんの時に声もうながらぐらいの感じ、そうっすねってなってるんで、だいぶ長くてもいいし、要所要所で情報を拾っていけば、うん、あのいいのかなって思ってるんで、うん、まあ、10分とかじゃ20分、まあ、その30分だったら その中になんか欲しいよね、濃い情報が、だからしゃべって、うん、まあなんか身寄りな情報がどんどんってこうちゃんと聞いとかないと逃しちゃうよみたいなのがっていうのがなんかあるといいよね、そうです、情報として。チャプターゼロ、これチャプターゼロいいですね。なんかこのネタだいぶゲストを変えれそうで面白いですね、この今後なんかこんな時代状態というか時代だけどどうしたいのみたいな、そうですね、確かに。ホゾの話とかします？あ、そうだね、ホゾの話はじゃあチャプター1で、チャプター1でしますか。で、一遍ここで締めましょう。チャプター0一旦締めましょうか。ちょっと長く喋っちゃったんで、チャプター0というか、まあ、うん、ミーティングみたいなのはこれで終わりにして、次からですね、コンテンツの始めていきたいと思いますので、また見てください、はい、よろしくお願いします。バイバイ。そう、バイバイしなきゃいけないんです。あ、そっか、切らなきゃいけないから。そっか。